印象派の画家カミーユ・ピサロは1830年カリブ海のセント・トーマス島に生まれ、パリの画塾で学びました。パリの重要な展覧会サロン展に出した1866年の絵では、道と並木が奥行きを強調する冬の景色を示し、1870年代には印象派展に出品し、大胆なタッチで果樹園の土と雲、樹木を表して、1880年代には人物を取り上げ、小さなタッチを連ねて飲み物を手にした女性を表し、風景では新印象主義の点描の技法を用いて収穫の様子を描写しました。1890年代からは都市をモチーフにして明かりが連なる夜の街や雨に濡れたパリの午後の光景を上から見下ろした視点から描き、1903年パリで亡くなりました。